頭からやっちゃダメだ。それじゃ相手がぼーっとして次の痛みを感じる。なあ、会いたがってたろ。来てやった。お前の反応を見てた。デントはどこだ。マフィアのバカはお前が消えりゃ町は元通りになると思ってる。だが実際は違う。決して戻りゃしない。お前が変えちまった。永遠に。ならなぜ俺を殺したい。俺はお前を殺したくなんかない。お前がいなくてどうする。またマフィアの金でもくすねるのか。やだやだね。お前が俺を完璧なものにするんだ。金のために人を殺すクズめ。シャツみたいな言い方をするな。自分じゃどう思ってても連中にとっちゃお前もイカれてる。俺と同じ。今はお前が必要だが、いらなくなれよ。たちまち嫌われてのけものさ。連中はモラルだの倫理だの言ってるが、悪い冗談さ。ちょっと困りゃすぐ捨てちまったろ。善良なのは世の中がまともな時だけだ。見てろよ、いざ追い込まれてみろ。いわゆるその文明人とかいうやつだって殺し合いを始める。俺は化け物じゃない。一歩先を行ってるんだ。テントはどこだ。お前にはルールがあるが、ただの気休めだ。彼は平気だ。ルールはあると思う。なら真実を知るにはそれを破らなきゃ。なんだと。この世界はルール抜きで生きるのが賢い。今夜お前は自分のルールを破るかな。考えておこう。だがあと数分だ。二人を助けたきゃここで遊んでる暇はないぞ。二人。何、ついさっきまで、お前をデントと思ってた。あの女にのぼせ上がってるから。こうでその調子だ。ハービーはお前とあの女のこと知ってんのか。二人はどうだ。殺すにはまず選ばなきゃな。二人はどこにいる。後を殺すか選ぶんだ。友達の地方検事か、奴の未来の嫁さんか。お前は無力だ。落としは通じないぞ。たとえお前がどんなに強くても。安心しろ、居場所は教える。二人とも、はあ、ここがポイントだ。お前は選ぶんだ。男は52番ストリート250、そして女は X アベニュー。シセロ。貴様らごとき人間風情が何を思い上がっておる。神の情けで生かされておる身でありながら、神の力と張り合うなど肩払いたいわ。何者じゃ。黄泉の王派です。ひざまずけ。今はなりません。時を待つのです。まことの美を知らぬな。最も美しいものは死だ。我が目を見よ、人間の王妃。お母様。10日の後、太陽が月に隠れる。
私はクラーケンを解き放ち、このアルゴスの都を消し去る。貴様たちもろともな。唯一死を逃れる道は、神と美を競った王女を生贄に差し出すこと。王女の血のみがクラーケンをなだめ、かつゼウスの大いなる怒りを鎮めるであろう。何時らで選ぶがよい。破滅か生贄か。これはゼウスの意志だ。すなわち汝の父親もな。はい、このように面白い作品が続々と登場いたしますよ。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。